三次のゼには、ルネサンス期のイタリア人画家、マサッチオが描いたフレスコが、フィレンツェのサンタマリアデルカルミネ、大聖堂ブランカッチ礼拝堂の壁画で、最終的には共同制作者でマサッチオの詩では、ないかとも考えられているマソリーノが完成させた。三次のゼには、保存状態が悪く、その後何世紀にもわたって、大きな損傷を受けるままになっていたが、1980年代に、 礼拝堂とともにほぼ完全に修復されている。1420年代に描かれた、この作品は27歳で溶接したマサッチオの最高作と言われており、遠近法と明暗法の革新的な表現手法によって、ルネサンス芸術の発展にも大きな役割を果たしたとみなされている。描かれているモチーフは、マタイによる福音書に書かれている聖ペトロに関するもので、 神殿への税を支払うことができないペトロに対し、キリストが魚の口から銀貨を見つけるように説いたエピソードである。ブランカッチ礼拝堂は、サンタマリアデルカルメネ大聖堂の教会堂として1366年、あるいは1377年に、フィレンツェの商人ピエロディ・ブランカッチによって建てられ、後に、ピエロの老いのフェリーチェ・ブランカッチの所有となっている。 フェリーチェは1423年から1425年にかけてマソリーノに聖ペトロを描いた一連のフレスコ壁画の制作を幾度か依頼した。ペトロがピエロの先例名で、さらにブランカッチ家の守護聖人でもあったためだが、教会大分裂期のローマ教皇を支持するという意味も込められていた。 ブランカッチ礼拝堂の壁に描かれた三木のゼにブランカッチ礼拝堂の壁画作成を受け負ったマソリーノは18歳年少のマサッチオを共同制作者として選んだがマソリーノは1425年にハンガリー1427年にローマを訪問してフィレンツェを去りブランカッチ礼拝堂壁画の完成はマサッチオに任せられることになる しかし、マサッチオも壁画が完成する前の1427年、あるいは1428年に、ローマのマソリーノの元へと行っており、その後ブランカッチ礼拝堂のフレスコ壁画を完成させたのは、フィリッピーノリッピで1480年代になってからだった。最終的な壁画全体の完成は、リッピの仕事とはいえ、三木の銭自体は、 間違いなくマサッチオの作品であると認められている。ブランカッチ礼拝堂の一連のフレスコ画は何世紀にもわたって手を加えられたり大きな損傷を受けたりしている。1746年には後期バロックの画家ヴィンチェンツオメウッチによってマソリーノが描いたフレスコ画のほとんどが上から描き換えられた。さらに1771年には教会が 火災にあって消失してしまっている。ブランカッチ礼拝堂の建物自体は火事による被害はなかったが、フレスコ画には深刻な損傷が残った。1981年から1990年にかけて、ようやく礼拝堂の大規模な修復が実施され、フレスコ壁画もオリジナルの状態に復元修復された。しかしながら完全に制作当時の状態にまで、 修復されたとは言えず、特に鑑識フレスコ技法であるフレスコ石膏で描かれた部分は元通りにはならなかった。三木のゼニに描かれていた木々の葉は消失し、キリストがまとっている青色のローブはその輝きを失ってしまっている。三木のゼニは、マタイによる福音書に書かれたペトロのエピソードを題材にして、描かれている魚の口から銀貨を取り出そうとするペトロ24節。 一行がカハルナウムに来たとき、神殿前を集める者たちがペトロのところに来て、あなたたちの先生は神殿前を治めないのかと言った。二十五節ペトロは治めますと言った。そして家に入るとイエスの方から言い出された。シモン、あなたはどう思うか。地上の王は税や貢物を誰から取り立てるのか。自分の子供たちからか、それとも他の人々からか。 二十六節ペトロが他の人々からですと答えるとイエスは言われた。では子供たちは収めなくてよいわけだ。二十七節しかし彼らをつまずかせないようにしよう。湖に行って釣りをしなさい。最初に釣れた魚を取って口を開けると銀貨が一枚見つかるはずだ。それを取って私とあなたの分として収めなさい。マタイによる 福音書17章24節から27節このエピソードは自身も修正理だったマタイの福音書にしか記述されていない。クリスチャンが世俗的な権力を有することを正当化するために用いられる皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさいの言葉で有名なマタイによる 福音書22章15節から22節のエピソードと関連づけて語られることも多い。キリストの頭部を中心とした一点透視図法で描かれている、この作品は美術史上非常に重要な絵画で、少なくともローマが陥落した476年以来、一点透視図法を最初に使用した、あるいはただ一つの消失点を表現した絵画であると広く認められている。 三次の銭に描かれている場面は、修贅リがイエスとその弟子たちと会話しているのが屋外であるなど、聖書に書かれている記述とは若干異なっている。さらに聖書では、時間軸が異なる三つのエピソードが同一の画面に描かれているが、構成が計算されているため絵画として破綻してはいない。中央に描かれているのが、時間軸上最初のエピソードの 蜜木銭を要求している、ー税理である。青いローブをまとっているのがキリストで、弟子たちの視線を通じて頭部がこの絵画の消失点となっている。青い服を着て、オレンジ色のローブを身につけているのが、ペトロで、その右手とキリストの右手が示している。画面左奥に描かれているのが、聖書に書かれている、次の場面の魚の口から銀貨を取り出そうとする、ペトロである。 最後の場面が画面右に描かれている建物のそばでペトロがシューゼイリに三木ゼニを渡すところになっている。キリストと弟子たちは礼拝堂の半円のアプスを意識して同じく半円になるような位置で描かれている。一方シューゼイリはその聖なる半円の外に描かれている。キリストと弟子たちが淡いパステルカラーのピンクや青などのローブを身につけて描かれているのに対し、 役人である、シューゼ税リは鮮やかなオレンジの短いチュニックを着用している。このオレンジにはシューゼ税リの態度の横平さを強調する効果がある。さらに構図にも対比が強調されている箇所がある。画面中央のペトロとシューゼ税リそして画面右のペトロとシューゼ税リは向きが異なるだけでほぼ同じポーズで描かれている。これは描かれている人物に三次元的な効果を与え、 観覧者がどの角度からこの絵画を見ても違和感がないことに一役買っている。ペトロとシューゼイリー・マサッチオはルネサンスにおける一点透視図法表現の先駆者としてドナテロやブルネレスキと比較されることが多い。マサッチオ独自の技法として大気の表現と大気の描き分けによる空気遠近法がある。三木の銭では背景の山々や 画面左奥のペトロは手前の人物像に比べてはるかに薄暗く青みを帯びて描かれ、この絵画に距離感と奥行きを与えている。空気遠近法の技法自体は古代ローマ時代から知られてはいたが、その後マサッチオが再発明するまでは忘れられた技法だった。マサッチオの光の表現法も革新的なものだった。より初期の画家ジョットたちが描いた光は平坦で、 どこから指しているのか不明な光だったが、マサッチオが描いた光は、画面の外の特定の場所から指していて、人物像に名部と暗部を作り出している。これがキアロスクールであり、二次元に描かれた人物に彫刻のような立体感を与えることに成功した。マサッチオは、人物像の豊かな表情の描き分けについても、称賛されてきた。しかしながらこの絵画は、マサッチオが、 最後まで完成させた作品ではなく、キリストとペトロの顔はマソリーノが仕上げたという点で、やや評価が低くなっている。マソリーノは、ブランカッチ礼拝堂壁画では、三木のゼニのちょうど反対側に、首都行伝のエピソード、タビタの復活を描いている。キアロスクールを使用して描かれた人物像。左から二人目がユダで、一番右がマサッチオ自身をモデルにした。 トマスではないかとされている。それまでの芸術作品に取り上げられることがほとんどなかったこのエピソードがなぜ蜜木の銭のモチーフに選ばれたのかについて様々な見解がある。意見の中には新しい所得税制を施行するために1427年にイタリアで施行された土地代帳整備を正当化するためではないかというものがある。 しかしながらこの絵画の依頼主である商人のブランカッチは新税制には反対の立場だったと考えられるため、この推測の信憑性は低い。可能性が高い見解としては、1423年にローマ教皇マルティノス五世がフィレンツェの教会への課税を認めたことが背景にあるのではとするものがある。魚の口から銀貨が見つかる描写はフィレンツェが 海洋貿易で発展した都市であることを示唆している。フェリーチェ・ブランカッチも地中海貿易で富を築いた、絹商人で、フィレンツェの海運評議会の一員だった。白髪、あごひげ、青と黄色の衣服で象徴されているペトロ、三木の意をはじめ、ブランカッチ礼拝堂に描かれた絵画を理解する上で、重要なことは、ブランカッチや、フィレンツェとローマ教皇朝との関係である。 当時のフィレンツェはミラノと戦争中でローマ教皇の援助を必要としていた。ブランカッチ礼拝堂の壁画には教皇庁の政策に対する賛意とペトロが最初のローマ司教にして初代ローマ教皇とする教皇庁の立場を正当化する意識が見て取れる。三木のゼニに描かれているエピソードではペトロがキリストの弟子の中でも第一人者で、 私とあなたというキリストの言葉にもキリストとペトロの強いつながりが現れている。この絵画においてペトロは画面左に一人きりで描かれている姿とは対照的にキリストと共にいる時には威厳に満ちた勢力的な人物として描かれている。これらはすべてペトロが地上におけるキリストの代理人であるということを示しており、蜜木の銭は ペトロがキリストの弟子から宗教的指導者になるカトケを描いた作品といえる。三木の銭に描かれている弟子たちの中で誰であるかが確実視されているのは二人しかいない。図像学で自身を象徴する白髪、顎げと青、黄色の衣服を身にまとっているペトロとキリストの隣にげのない若者として描かれたヨハネである。 ヨハネの頭部の表現は古代ローマ時代の彫刻の影響を受けており、シューゼ税理の右側に描かれている弟子も非常によく似た表現で描かれている。その右側の弟子は陰気で不吉な表情をしており、シューゼ税理の顔と酷似していることからユダではないかとされている。また、バザーリが最初に指摘したように、一番右端の弟子はトマスとして描かれたマサッチオの自画像ではないかと、 言われている。ありがとうございます。